皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。この動画はテストに出やすい問題を予想し、その答え方について説明する動画です。今回は中学2年生の理科、電流による発熱の問題についてです。 200g の水を入れたポリエチレンの容器に電熱線を入れて電圧を加え、5分間電流を流した。この時の水の上昇温度を表にした、これが表ですね。これが表です。上から電圧単位ボルト、電流単位アンペア、電力単位ワット、そして上昇温度が ℃となっています。この電力、今回初めて出てくるんですけど、この電力は電圧かける電流、この計算で求めます。ですから表を見て、電圧が 2.0V、 電流が 1.0 だったら 2×1 で 2W ですよね。4V のところを見ると 4V で 2A、 4×2 で 8W になっていますよね。こうやって計算します。電圧かける電流、これで電力の値が決まります。そしてもう一つ覚えておきたいのは、この電力と上昇温度、これは比例します。電力と上昇温度、電力と水の上昇温度は比例する。これを頭に入れて問題を解いていきましょう。1、表の1に入る電力の大きさはいくつかと。1、ここです。上を見ると 8.0V、 4.0A ですね。電力のワットは電圧かける電流、 8×4 と、ね、8×32 ですから、ここに入る数字は32W なんですね。2に行きます。表の2に入る上昇温度はいくつかと。2はここですよね。この電力と上昇温度比例しましたよね。で、 2W の時上昇温度 0.5°C でした。そして2の上 18W になっています。2W の9倍ですから、上昇温度も9倍になります。ですから 0.5×9 を計算して 4.5 となって、 4.5 が2に入るということですね。次です。電圧が 4V の時、電熱線が5分間で発生した熱量は何ジュールかと。この電流による熱量の計算、これも覚えておいてください。これ熱量は電圧かける電流かける時間、時間の単位は秒です。電圧かける電流かける時間、時間は秒と。で、電圧かける電流っていうのは電力ですから、電力かける時間ね、電力かける秒、これでも計算できます。で、 4V の時何ワットかと、ね、電圧かける電流が電力の 8W ですから、 8W で5分でも単位は秒に直さなきゃいけないので、1分は60秒で、 60×5 で300秒になりますから、この 8W 8×300、これを計算すると2400で、電熱線が発生した熱量は2400ジュールということになります。4番に行きます。 1g の水を 1°C 上昇させるのに必要な熱量は 4.2ジュールです。電圧が 4V の時、水が得た熱量は何ジュールかと。これ 4V の方見ましょうか。上昇温度は 2°C ですよね。 2°C です。 1g を 1°C 上昇させるのに 4.2 ジュールですから、200g の水がここにあるので、 200g の水を 1°C 上昇させるのに必要なのが 200×4.2 でも、上昇しているのはこれ 2°C ですから、かける2、これを計算すると
1680になります。ですから水が得た熱量1680ジュールということですね。もう一度確認すると 1g 水 1°C 上昇させるのに 4.2 ジュール、じゃあ 200g の水を 1°C 上昇させるんだったら 200×4.2、 順番は変えてもいいですよ、ね、200×4.2 でも 2°C だから ×2 をして1680、こういう計算で求めることができました。2400ジュール発熱してるのに使ったのは1680ジュールしかないんですね。つまり全部がね、水の上昇に使われたわけじゃない、逃げたものもあるということですね。5です。電熱線から発生した熱量の何パーセントが水の温度上昇に使われたかと。全部で2400ジュール、ね、熱を発生したんだけど使われていたのは1680ジュール、ですからこの1680ジュールを2400で割って100倍したら何パーセントが分かり、何パーセントかが分かります。これ分数の形にすると、2400分の1680×100、 こういう式になります。もちろん横の式でも構いませんね。1680÷2400×100 でも同じです。これを計算すると70と、まあ、ぴったりした数字になるように数を決めたんですけれどね、ですから答えは 70% とこのようになります。ここで覚えておいてほしいことをもう一度確認すると、電力というのは電圧と電流をかけたものと、それから電力と水の上昇温度は比例すると、電流が、発生する熱量というのは電圧かける電流かける時間、時間の単位は秒、または電力かける秒ね、この計算で求めることができると。今日はこのことをしっかり覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。